我々の所属する事務所ジューズの、はい、ちょっとズブズブの案件なんですよ今回。あ、結構ぶっ壊れる感じのあのライブに、はい、なってるんですよ。あ、そうなんですか。大根ちゃんとしてるの、しかもいろんな部位ありますね、有田さん。これ2個そうなんだよ。鉄砲とか島町とか、うまい。ありがとうございます。あ、これは俺もう一個のどうすか、あれですか、目指しなんですよ、これすごいこれ。なんか少しでも藁好きって言うんですか。これ藁で一緒に焼くとね、藁の匂いが移るっつって。うわー、カツの叩き一緒ですね。そう、これ控えめに言って世界で一番欲しいから、これ。イエス、控えめに言って控えめに言ってたよ。控えめに言っても世界で一番欲しいところですよね。うわー、いいにおいする。これいいにおいします。うん、いいにおいします。はい、懐かしい匂いがします。懐かしい匂い、ここまで食べてる。おいしい。うん、うん、うまっ。これ焼き加減もめちゃめちゃ美味しい。これうまいっすね。内臓がうめえな。ありがとうございます。いただきます。うめえ、これうまっ。うめえ、頭から余裕できますね。これうまいっすね。目差しだと思わないでしょ、これ。うまい。そうなんですよ。味凝縮してるわ。うめえ、これ。あと、これ食べてるとこいいとこありますか？おすすめ。結構出したけど、レバ刺しとか食う？あ、レバ刺し。めちゃめちゃ好きです。あ、また低温調理があるんですか？また低温調理。すごい。はいはい。あ、じゃあそれお願いします。およい。この曲歩いてきたから帰らせて。そりゃ知らねえ。1時間かけて。いや、知らないよ。タマさん、タマさんがさ、よく歩いてその後で飲むでしょ、うん、だからタマさんって健康だもんね、うん、俺もその真似して、ちゃんと1時間歩いて、で今飲んでいくから、うん、体調いいんですよ。なるほど、ツヤツヤですもんね。もう体調いいぜっていう感じ。手振ってるだけなんですか。何回も1ヶ月おきに会ってる人にも会うために太ったねって言われて、パオちゃん太ったね、うん、ふくらむ太ったね、いやいや、いい太り方だよなんか言われて、俺も毎日やって昼間ってそのまま会ってるんですけど、太ったなと思ってさっきトイレ行く後ろ姿見て、後ろのこのズボンの後ろのケツのとこ見たら太ったなと思った。いや、拓郎はでも10年ぐらい前から俺なんかもう後ろ姿は武田鉄矢さんですよ。10年前から言ってたんですよ。すいません。レバー刺し。あ、ごめんなさい。すいません。うわ。ごま油。美味しそう。なんか色が。いただきます。普通にスーパーでレバー、生レバー買って食べちゃうことあります。好きなんですね。はい。いただきます。はい、どうぞ。うん。油がめっちゃ乗ってる感じ。あ、うまい。あ、いいですね。美味しい。今食えねえもんな。美味しい。懐かしい、このなんか刺身感。あれってさ、酒飲みの心掴んでますね。そうなんだよね。絶対飲みたくなるやつですよね。ネットしてる。有田さんがお酒好きだと分かる。そうそう、俺が好きなだけなものを揃えただけだからね。有田さん好きなメニューだったらドリンクで醤油ないんですか。醤油、醤油ね。あ、でもね、醤油、あ、うん、刺身にピタリつけですよ。え、そう、食品ないですか。もうソース焼きそばに醤油かけちゃうから俺。魚食ってるよりも醤油食いたいから。そう、刺身、あれ、俺刺身って呼んでハケって呼んでる。ご飯に醤油食うためのハケって呼んでるから。主役は醤油なんですね。そうそう、俺餃子のことレンゲって言うんだよ。うん、そうなの、そうなの。美味しい、タクちゃん。美味しいっす。本当や、ありがとう。人気の理由分かりますね、ほんと。ありがとうございます。今焼きそば作るから。あ、そうっすか。締めで焼きそばに。有田さんが作ってくれるんですね。そうなんだよ。麺がちょっと本格的なやつ、どうしよう。そうなんだよ。茹でてから焼くんですか。茹でてから。すごい、すごい。なんかそのこだわり、本格的。いや、もうわざわざ仕入れに行ってんだよ。メインですか。うん、中野まで。すげえな、おい。電話ですか。そうさ、本当の好物か。本当の好物。子供の大阪の人。私は おにぎりが好きです。あ、やっぱカロリー使うんですか、ね、なんか。白飯が好きなんですか。はい、はい、白飯も好きですし、でも玄米もめちゃめちゃ好きです。白飯食べてください。
はい、栃木のお米。あ、そうですよね。そうやそうや。こっちの案件があるんで。いちご食べました。いちご。何いちごですか。と、とちおとめ。正解です。やったー。正解です。うわー、ありがとうございます。ホルモン焼きそばです。すごいお米。あ、ほんまや。すごい。こんな感じになるのや。ホルモン焼きそばないっすね。そうなんだよ、細麺で行ってみました。え、アリさん、この一番のこだわりどういうところなんですか。細麺で行ったのと、その上にね、ラー油がかかってんだけど、あれが自家製のラー油で。え、ラー油自家製なんですか。そうそうそう、ちょっと八角とか。うわ、うーん、香りいいっすね。八角中華な。そう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 、ありますね。そうなんだよね。すごい。この黒いつぶつぶは何なの。それはね、あのブラックペッパー、黒胡椒の粗挽きの。なるほど。食べてみてくださいね。ありがとうございます。うん、あの僕もあの YouTube やってるんでよかったら。あ、虫しかさない。虫リトルチャンネル。もうバッチリ。すいません。虫リトルチャンネル。はい。虫リトルチャンネルで。すいません。よかったらあのお店に来てあの QR コードを読み込んでもらえる。チャンネル登録できるんで。すいません。ありがとうございます。すいません。食べてみてよ、焼きそば。いただきます。うん、死ぬほど焼き海苔ぶっかけてな、ここに。本当にでもホルモンが肉で入ってるんですね。そう、さっきの煮込みのタレでやってるからソースじゃないんだよね。美味しいですか。美味しいです。ありがとうございます。どうぞ。第一、第三、第一、第三、間違えた。うめえ、これ。お、これはうなりました。ありがとうございます。これうめえな、これ。あ、うピリ辛でうまいですね。ありがとう。だしもうめえよ、これ。驚きのうまさ。うまっ。うん、あ、うまい。うまい、これ。え、どうやって、え、有田さん作ってるんですか、これ。これ、俺作ってんだよ。信じられねえよ。そうなんだよ。例え合ってるかどうかわかんないですけど、うん、生焼きそば食べてる。ああ、はい、あの片面にして、うん、ちょっとあの何だろう、焼きラーメン風というか。うん、ね、これ。そうなんだよね。ここにしかない味になってるでしょ。そうなんですよ。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。これどっからパクったんですか、これは。これはね、オリジナルなんです。すいません、すいません、すいません、これオリジナルなんです。オリジナル、すいません。怖いね、これ。うん、続いちゃうの、お酒、これ、締めようと思ったら。ありがとうございます。いっぱい飲んでいけないよ、カオル。中身いいですか。はい。今のアリさん、うまかったね。飲んでいけないよ、カオル。中身いいですか。俺でも、あれかな、タクちゃん、さっきから俺気づいたんだけど、あんま面白いこと言ってていいかな、俺。あ、はい。おい、安心させたい。おい。はい、じゃあ、ズブズブの事務所案件でした。アリさん、なんかありますか。お店の、もし、お店は。どれでしたか、カメラ。どれでも。あ、じゃあ、はい、いやー、ですね、じゃあ美味しい料理と、はい、楽しいお酒と楽しい一発ギャグが見れるんで、あ、ちょっといいですか。いいね。お仏壇の外側だっつって。これ25年やってます、このギャグ。この間25年以上やってますから。フォローで自分でのフォロー完璧でした。すいません、早かったフォロー。今日調子いい方です。なので、よかったらお店の方遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。お世話でした。お世話でした。ありがとうございました。ありがとうね、ゆうじこうじ。いや、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ゆうじこうじのチャンネルの登録お願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくねってやつね。